中山妙日知事は、日本のタレント、ラジオパーソナリティ、アナウンサー。行島企画室所属。ハーモニープロモーション業務提携。埼玉県埼玉市出身。学生時代はバスケットボールに打ち込み、として、小玉町立小玉中学校をキャプテンとして、全中優勝に導いた。高校は、福岡県の中村学園女校に進学。 一年生からスタートの座を獲得。二年時から二年間キャプテンを務め、二年時のインターハイ、ベスト4、国体準優勝、選抜ベスト8。また三年時は、インターハイはベスト8と結果を残せなかったものの、国体で準優勝、最後の大会である、ウィンターカップで優勝する。高校時代のチームメイトに、藤吉沙織がいる。高校卒業後は、奨学金を受けて、 米国のユタバレー州立大学へバスケットボール留学のため飛べ。入学後、1年生からレギュラーとして出場し、4年生の時にはチームキャプテンを務め、カンファレンストーナメントで優勝し、MVP を受賞するなど卒業まで活躍した。実業団やプロ入りはせずに、大学卒業を機に競技から離れる。帰国後はテレビ局での通訳。 翻訳作業のアルバイトを続けながら、スポーツ大会でのアナウンス業務などを経験し、2011年2月16日に J-Wave グルーブライン Z のダイナアシスタントとして出演。同月、アナウンサー志望であったこともあり、行島企画室に所属ハーモニープロモーション業務提携が決まり、4月からはダイナアシスタントとして出演したグルーブライン Z の レギュラーアシスタントとして2013年3月まで出演していた。2015年7月、自身のブログや出演番組などで結婚とシンガポールへの移住を発表。所属事務所に席を置いたまま活動休止。ありがとうございます。